はい、こんにちは。今日はですね、関東一部リーグを見に行きます。栃木シティの、試合のね、チケットをね、手に入れたので、今日は兄貴と一緒に、栃木シティの試合をね、見に行ってきます。まあ、YouTube でね、田中パウロ選手がね、栃木シティに入って、まあそこからね、よく YouTube 見るんですけども、まあ、すごいね、施設もすごそうだし、まあ同じ栃木県民として今来てるね、サッカー選手とサッカーチームをね、見に行こうじゃないかということで、栃木シティに行ってみたいと思います。着きました。兄貴、おはようございます。いや、来ましたね、栃木シティの試合に。俺のがままにも付き合ってくれて、趣味が明日 YouTuber ジャイアントカズ見ないに行きます。明日兄貴は焼いたまで横浜拓海の試合見に行きますよ。ベルフェ関東リーグ2部、関東、これ今日が関東サッカーの一部リーグで、明日見る2部リーグ。でもすごいっすよね、こうやってスタジアムまで見えないけど、スタジアムまであって雰囲気がプロ。今日はこの後お父さんサッカーです。サッカーですか。3位子で俺とそれ行ってきます。肉離れしてるのにお父さんサッカー行ってきます。お父さんサッカーです。タクでございます。キーパーです。じゃあ試合楽しみに行きましょう。はい、っす。もう雰囲気プロ、ちょっと見えないけど、すごいっす。もう雰囲気がプロなんよ。行きましょう。すごっ。すごくないですか、普通に。なんかすげえプロだ、プロ雰囲気が。本格的ですね、マジで。すげえ、こんなに関東サッカー一部リーグっすよ、これが。で、店もあって、すげえ。
イスゲームお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。楽しかったっすね、普通に見に来て。やばいっす、見に来てよかったっすね。何点何でしたっけ。6-2、ゴールダッシュ、8得点。いや、軽い気持ち見に来てよかったっすね、本当に。軽い気持ちできたらバカにできなかった。超楽しかったです。思った以上に興奮しました。興奮した、マジ楽しかった。また次回、はい、あったら行きましょう。また行きましょう。はい、じゃあ、ありがとうございました。ツイアン FC チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いやー、楽しかったっすね、本当に。いや、もう、関東一部リーグの、いや、もう、なんだろうな、雰囲気じゃねえ。もう本当にプロみたいな感じでしたね、本当に。すごい楽しくて、試合もね、面白かったですね、本当に。田中パウロ選手もね、キレッキレ。すごいね、やっぱね。もう、てか、やっぱ、ガタイが全員やべえ。切り替えも早いし、あれを90分、チームとしてやるっていう。栃木市のサッカーすごい面白かったですね。もう運動量もとにかく多くて、蹴るんじゃなくてちゃんとつないでつないでっていう、見ててすごいワクワクしましたし、楽しかったです。はい、こういう試合をね、見てみたいって本当にありがとうございましたって感じだし、もうぜひね、またね、見に行きたいなって思いました。はい、もうあと圧倒的なね、あの雰囲気の良さだよね、そのスタジアム全体の。はい、またぜひ栃木市の試合見に行きたいと思います。はい、今日もね、見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。バイバイ。